多田銀山は、多田銀銅山とも呼ばれ、旧設国、現在の兵庫県川西市、稲川町及び大阪府池田市の広範囲にわたり、行動が開け掘りされてきた銀山である。主な鉱石は、大銅鉱、武智道鉱、片円鉱、輝銀鉱及び自然銀であり、鉱脈の成因は、熱水鉱章である。平成27年10月7日、多田銀銅山遺跡として、 国の史跡に指定された。天平時代より銅山として開発され、この時の神京官庫から算出した銅は、東大寺の大仏鋳造用に使用されたと言われるが、記録に乏しい。奈良時代に、校長12銭の抽選材料を供給した銅山の記録があるが、記内にもかかわらず、ここに、ただ鉱山が登場していないことからこの時代の算出は疑わしい。平安時代に、 源の三中が、だそうに、館や多大院を設けて開発したとも伝えられる。賛同の確実な記録は、鎌倉時代の長略元年、野瀬祭堂書が設けられた時期まで降る。天正年間に入り、銀を算出するようになり、豊臣秀吉の直轄領となった。ただし、慶長3年の豊臣氏への運上法は、銀476枚であり、 幾の銀山の62,267枚には、比べるべくもない量であった。このため関ヶ原の戦い以降も、徳川家康は、岩見銀山及び、幾の銀山のように天領としなかったと言われる。これは秀吉が、地下奥深くの鉱脈を引得し、将来の蓄材に備えたためであるとする、いわゆる埋蔵金説が存在するが、確証できる資料は存在しない。 しかし、漢文年間に銀及び銅の産出が急増するに至り銀山に大漢書が置かれ、銀山村が形成され、天領となり、幕府の支配が強化された。漢文年間諸島には年間の産出口が銀千五百貫、銅七十万金に達したという。これより、前の漢英年間より南蛮武器による精錬が行われ、行動より廃布金銀が採取され、 抜け銀された聖堂は、大阪道府き合を送られ、長崎御用道とされた。その後三室校は、次第に減少し、法営年間には、年間道十四万金前後、聖徳年間には、年六万金前後となった。天保十一年、高月藩の預かり所となり、天保十四年に、大阪大官所の支配となったが、高下元年、再び、高月藩の預かり所となった。 明治時代に入り、三菱が加業し、明治28年、島根県津和野の実業家、堀藤十郎霊作りが、先代の堀藤十郎ともの生命域で、ただ鉱山という名称で採掘特許を得た。明治40年秋に始まった銀、銅の価格暴落によって、明治41年に鉱山は休業した。昭和19年には日本工業が買収し、 創業を続けたが、昭和48年に閉山した。平成19年4月には、ただ銀銅山悠久の館が開館し、ただ銀銅山の歴史を紹介している。明治時代に建設された堀家製殿所跡に、平成25年、多目的ゾーンと移行展示ゾーンからなる悠久広場が整備された。このほか、行動内を体験できる館舗、青木館舗や、 大干書跡などが残されている。平成27年に国の史跡に指定されたことを受け、平成30年に史跡多田同銀山保存活用計画が稲川町により策定された。ありがとうございます。